はい、では次行きたいと思います。シープさんからです。ありがとうございます。え、ミオ社ミオファの皆さん、おはみよう。おはみよう。私が屋台で絶対食べるものはミニフライドーナツ。出来たての熱々でシナモンをかけて食べるのが好きです。なんかめっちゃ美味しそうだなと思ってちょっとピックアップしました。あれかな、海外の方なのかな。なんとなくこうパッケージの感じから、ドーナツでシナモンをかけて食べるのが好き。へー、なんとなくだけど、うちはお砂糖をかけて食べたい感じだな。美味しそうだね。でもドーナツってなんで真ん中が空いてるの？ドーナツってなんで真ん中空いてんの？やっぱ作る過程？チューブみたいなやつでピローンって丸くするからなのかな。揚げやすい。ああ、なるほど。中まで火が通りやすいように。確かし。そうだな。その通りかもしれない。ゼロカロリーにするとやめろ。ドーナツは真ん中が空いてるからゼロカロリー理論やめろ。真ん中以外の場所もあるだろう。シェフが味見で真ん中食べるじゃないのよ。適当なこと言いよって。はい。じゃあお次行きたいと思います。